はい、皆さんこんばんは。ギタリストのりちゃんの小部屋でございます。今日もね、頑張っていきたいと思いますけれどもね、何ですか？漫才の登場の仕方がですか？じゃあもう一回やり直しましょう。大丈夫ですか？ということでございます。ずっとここのとこね、週末雨雨雨で来ましたけれどもね、今週ようやく天気が、まあ、晴れということで、予報ではね、ございまして、だがただ残念ながら今週は私イベント出店はございませんで、まあ、こういう時に限って天気が良くなってしまうというところで、タイミングの悪い男だなっていつも思っておりますけれども、まあ、そんなタイミングの悪い私がですね、今日ですね、その出店でいつもね、お世話になっております、方にですね、今日お越しいただきました、ガンモバーガーというお店なんですけれどもね、こちらの、店主の方ご夫婦で今日、来ていただきました、どうぞこちらにお越しくださいませ。こんばんは。どうも。失礼します。今日はありがとうございます。お越しいただきまして、こちらこそ。実は今日私ですね、ガンモバーガーさんのこのご夫妻のですね、安倍さんのですね、お家に、行かせていただきまして、なんとですね、畑をやられていらっしゃるということなんですけどね、はい、でその畑に今日実は昼間行ってきたんですね、私。そしたらですね、非常に広い畑でびっくりしたんですね。広くそんなに広大な。まあ広大はちょっと言い過ぎですけども、まあ東京ディズニーランドさんぐらいですかね。そうですね。まあということでございましてね、すごいたくさんの野菜がね、なっていまして、まあなっていたものも、もう収穫が終わったものもあったんですけれども、これからも育てるのもあったりと、全部で何種類ぐらいですか、ね。40種類ぐらいです、ね。40種類。一番今日行って目立ってたやつはズッキーニだった。そうですね。でっかいやつが1本出てきました。でっかいの、ね、ズッキーニですね。それからかぼちゃがありましたよね。ありました、ね、それから、なんだ、人参があって、それからまだちっちゃいですけどアスパラがあったり。もう来年ですね。来年なんですね。まだアスパラかどうかも全然わからない状態の細い感じのね、ほらこれアスパラに見えるでしょとかって言ってくれるのはいいんだけど、僕もうんうんみたいな感じで枝にしか見えないぐらいのね、細い感じだったんですけど、可愛かったですね。可愛かったですね。それからレタスもあったし、ナスもありましたよね。ナスはちょっとちょこちょこなってましたよね。ということで、普段はガンボバーガーさんっていうね、出店で、まあ、そのお仕事なりわいとしてはやられているんですけれども、まあ、実は、ご自宅とは別にその畑敷地を借りてですね、まあ、畑を結構大きな、まあ、さっきはちょっと冗談で言いましたけど、広さ的にはどうですか、40坪ぐらいある感じ。40、50坪ということでございますね。皆さんね、まあ、そこで、まあ、畑の今日話をしたりとかいろいろね、いろいろ聞いていきたいなというふうに思ってますが、まず今日ご主人さんが今ちょっと手に持っているものなんですけど、 ね、こちら何ですか。これはね、粒マスタードなんですよ。粒マスタード、収穫、ちょうど収穫したものですね。はい、皆さんマスタード、さやに入ってる、さやに入ってる状態ですね、はい、皆さんさやに入った状態のマスタードって見たことありますか。こんなにちっちゃくて、カメラの前にこれちょっと持ってないとわからないからこれですね。そうですね、この中にマスタードの実がちっちゃい感じなんですね。あ、そこにあるね。これはもう収穫して、これは今枝についてたのを収穫、収穫して、でこれ、これかな、これからほら割るんです。こうやってお豆みたくなってなるほど、枝豆みたいな。枝豆をすごい小さくしたような感じですね。絶対わからない。あの辺カメラの、ね、私持ってきました、カメラまで。これが一番わかりやすいマスタードの形でございます。これはイエアマスタード。わかるか。わからないな。あー、ちょっとわかる。あー、あ、それでわかる。あ、そうです。でこれを、はい、鞘から出すとっていう話ですね。すごい手間じゃないですか。それこそ小さいものをですね、ちま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 やるんですよ、2人で。すごいです。そしてもうすでにこの横にですね、もう剥いた状態のマスタードが
これ身ですね。そうです。これが 2時間半ぐらいか、これ、うん。2時間半ぐらい。2時間半でこの量ってことですか。イエローマスターでこの量。大変だ。僕たちが普段あの練りわさび感覚でチューブから出すマスタードってあるじゃないですか。あ、はい、うん、あれは絶対こうじゃないですよね。うん、こうですね。これもちょっと中見て、これちょっとカメラの前でこんな状態わかりますか。後ろにやれって。後ろにこうやって物置くとピントが合うぞと。こういうことでございます。なるほど、こういう感じですね。そしてそちらは、そっちがブラウンです。ブラウンマスタード。ブラウンマスタード。よくマスタードって黒い粒と黄色い粒と混ざってたりするやつの、その黒い方ですね、これは。それ分かりにくい。分かりにくいな。うん、まあでもこんな感じでございます。でこれをじゃあ作って、あ、できた商品がもうここに。これマスタードだ。こうなりますね。見ますか？あ、シールついちゃってます。あ、そうです。こういう形でマスタードが完成。これっていわゆるその、僕も今日畑始めてきましたけれども、いわゆるその無農薬野菜という無農薬でってことですね。まあ最近流行りのその何だろう、例えば有機やなんとかとか、まあいろいろありますけど、オーガニックなんかもありますけど、そのまあどうなんだろう、僕一括りに同じもんだと思って考えちゃってるんですけども、これはうちのは無農薬で、基本的には有機肥料だけで作ってる。有機肥料っていうのがあるんですね。はい、っていうのは、うちのさっきのでっかい広大な広大なディズニーランドぐらいの広さの砂地なんですよ。はい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 、で砂地なのでそこで作るときには、砂だから肥料を入れないと栄養が全くない、そういうことですか。うん、なんでちょうどね、海岸の近くですからね、ちょうどあの畑のその本当海岸の砂みたいな感じだったんですよ。そうです、ね、こういうところでもね、ちゃんと肥料を与えればできるできるということですね、ということでございますが、まあ、水だけでいいやつはね、スイカとかね、ああいうのは別に肥料なくても、あ、そうなんですか。さつまいもとかね、あ、さつまいもはよく、なんでも本当はどこでもできるじゃないですけども、どこでもできるっていうじゃないですけどね、芋類は結構そういうイメージが、ね、強いイメージがあります、ね、もう一箇所ね、借りてるところが土なんですよ、はい、土の、畑、まあ、普通の畑って言ったらいいのかな、はい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 、砂ではなくて、はいはい、そこは無農薬無肥料です。無農薬無肥料、はい、ほう、肥料は一切与えない、ただお水、なるほどなるほど、まあ、乾燥しちゃうとこもあるから水をあげることはありますけど、水をあげることはあっても、うん、肥料をあげることもなく、農薬も、農薬も入れないということなんですね、はい、ということでございます。そもそもこれ、こういうことをやられたきっかけっていうのはやっぱな、な、何、やっぱお仕事が飲食店だっていうの、そうですけど、これですね、きっかけは、ん、何ですか、これを作るためです。シソジェノベーゼ。シソジェノベーゼ。さあね、今日はもう売り込みがこの後来ますから、皆さんね。はい、もうこちらはガンモバーガーさんでつけているシソジェノベーゼ。そうそうそう、ソースですね。一般的にジェノベーゼっていうとバジルになる、ということですけれども、これはシソってこと。シソで作ってるんです。これも有機。これも無農薬、無農薬か、無農薬の無肥料でできている、はい、ということでございます、はい、この落花生も 今作ってる、ね、作ってる落花生、普通松の実が入るじゃないですか、まあ、ジェノベソースジェノベーゼって、バジルと松の実が入るんですけど、はうちは落花生が入ってるんですよ。へ、その落花生も無農薬で作っている、はははははは、まあ、ちょっと塩もできたらやってみたいな。そうですか、塩までいくか、塩までね、こうやって引いてやるんですか。もうやばいですね、もうね、でもできれば儲かることは何でもやりたいですね。いや、それもそうなんだけど、結局昔はね、畑借りられなかった頃は、知り合いの農家さんに頼んで作ってもらってたんです、シソを。でそこは自宅用の畑でほぼ無農薬で作ってくれてるんだけど、はあはあはあ、周りで撒くから、はい、結局漂ってくるわけじゃないですか。なるほど、だからゼロとは言えないよって、
ひょっこり畑ってできるもんじゃないですよね。そうですよね、例えば家庭菜園ぐらいのね、うん、レベルでやる分には問題ないでしょうけれども、うん、それこそきちんと畑という利用目的で使う場合ってなんかやっぱ許可とか必要なの、まあ、許可というよりはその広さがまず必要だから広さを借りるのがまず大変じゃないですか、はい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 、そうですね、で全く面識ない人には貸してくれないから、まあそうですね、コネクションでいろいろちょっとずつちょっとずつこう借りられるようになってくる、そういうことなんですね、はい、まあそれで結局はその自分たちがやっぱり無農薬のものを食べたいと安心したものをお客さんに届けたい、でもね僕はあの畑今日見てて思ったのはもういろんな種類の野菜から、はい、まあ果物もあるわけです、まあ、果物って言い方おかしいけど、まあ、スイカだったり、まあ、野菜の部類に入るんでしょうけど、もうなんかもうそれだけでもうスーパーへ行く必要もないみたいなそんな感じの自給自足の生活ができるレベルですよね本当に、うん、これね畑見れば分かるんですけど今日写真もいろいろ撮らせてもらったんですけど、もうたくさんの種類があって、でもうあとガンモバーガーさんでねそのやられればもう本当にこれから食料難が来るみたいなことを噂されてますけれども、うん、もうなんかもうなんかね今日ねあのテーマなんですけどねちょっと遅れましたけども畑ということでございますけどね畑ということでございます、そうこれからね、うん、どんどん値上がりしてんじゃないですか今、うん、そうですね、でまあ僕もねパエリアやってるんですけど、うん、やっぱり材料がもう結構やっぱ上がってきて、うん、でまあこれまああの正直に言いますと最初僕コロナ前まではあのパエリア並盛りを600円で売ってたんですよ、ああそうですね、そうだったんです、うん、でそれでも実際金額として設定としてはちょっと安かったんですけども、ね、まあ、今800円にしたら200円も上がったんですけども上げたんですけど、うん、まあ特にでも仕事的にはそのそれで売り上げ減ったとかそういうことはないんですけどね、うん、まあ皆さん買っていただいて感謝なんですけれども、うん、まあ、またなんか上がるじゃないですか、ね、どうします皆さん電気代も上がって、ね、そうですよね、うん、どうしてるんですかねみんな、だって、IH とかにした家とか、ね、だってもう月の電気代だけで5万円ぐらい払ってるって家庭もあるし、どうだろう、うちね、はい、あのガスがないんですよ、ガスないんですだからオール電化っていう言い方変なんですけど、まあガスが今ないんです、何でやってるんですか、全部電気なんですけど、ああじゃあただね IH ですけど、はいはいはい、ほぼねあのガスがなくなった分で、はい、まあ多分かなり安くなります、そうなんですか、うん、ただ暖房だけはね、まあまあまあ暖房っすよ ね、うん、暖房だけはちょっと灯油代と灯油代、うん、その辺はねエアコンとかつける方、エアコン使わないです。ほぼ使わない。なんか使わない感じがしました。エアコンはなんなら体の毒だぐらいに思ってるかかなと思ってちょっとね、恐る恐る聞いてみましたけれども、そう畑ね、うんうんうん、畑。この何無農薬とオーガニックって言われてるものって基本的に一緒の意味は一緒なんですか？有機なのかな？無農薬とオーガニックは全く違うもんですね。違いますか？はい、ここ一色単にしてる人結構多いと思うんですよ、そうだからよくね言うのが、はい、オーガニックですかって、はい、いや違いますって言うとじゃあいらないっていう人いるんですけど、はい、オーガニックは農薬を使えない、はい、使わないと思ってる人が多いじゃないですか、オーガニックは農薬は使えない、使えないと思ってる人が多い、でも、一定の条件では農薬を使っていいことになってるんですね、なるほどなるほど、うん、オーガニックとか、はいはい、有機農法、有機農法は、はいはい、ですから、うん、無農薬じゃないんです。無農薬ではないんですね。はい、はい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 。で、まあうちは基本的に無農薬。無農薬。それともう一つね、肥料の問題。肥料。はい、うんうん、オーガニックの肥料って有機肥料じゃないですか。ほう。ごめんなさい、あんまりよく知らないんだけども。オーガニックは有機肥料を使うんですね。うん、肥料、はいはいはい。化学的なあの合成の肥料は使わないっていうことになる。よく俗に言う化成肥料ですね、はいはいはい。それは使わないで有機のものを使うんだけど、はい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 、有機の肥料って。はい、まあ、例えば野菜のクズとかね、発酵させて使ったりとかありますけど、よく聞くのが牛糞とか鶏糞とかっていう堆肥があるじゃないですか、堆肥ってよく言ってるじゃないですか、あれね、牛の糞は牛に食べさせてるものからできてるんです、そういうことか、っていうことは牛は何を食べてる、そういうことになるわけですね、 そこにはまあ大体基本的に草じゃないですか、はあはあはあ、その草は
虫が食わない農薬かけてるし、はあはあ、彼ら病気にならない、狭いところで育てられるので、はあはあ、病気にならない抗生物質を飲まされる、はい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 、だからそれが全部出てきてる、そういうことですね、肥料ですね。じゃあもう肥料選びからそうそう大変ですね。食は大変です。もうすべてまずでもさ、これってまあ言い方悪いですけど、すべて疑いながらやらないと進まないですよね。そういうことですよね。そうすると自分で作るしかなくなっちゃう。え、堆肥ですか？堆肥もそうです。本当ですか？だから家で野菜とかほら、はい、皮むくでしょ。はい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 。あれにぬか混ぜたりとか。今うちお米玄米を使うんですけど。ものによっては玄米を煮ぶずきとかするとぬかが出るんです、はあはあはあ、そのぬかと混ぜて発酵させたりとか、それで肥料を作って、そうそう、結構皆さんやってますか、うん、なるほど、そう、そういうことなんですからね、そうそうね、ゴミ出ないんですよ、ゴミ出ないそれやってみると、はい、プラスチックばっかり、はい、いかにあのラップとかも含むね、はい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 、世の中プラスチックで包装されてるかよくわかります、うん、なるほど、ここで SDGs につながってきてます本当ですね、そうそうそう、ということでございますがね、皆さんいかがでしょうかね、まあ、オーガニックと無農薬の違いがなんとなく、うん、なんとなくわかりましたね、うん、はい、でも、まあ、まさに今先ほどねご紹介していただいた、はい、このマスタード、マスタード、マスタードの実を見る人は多分初めてっていう人も結構いると思うんですけどもね、私もね一度このマスタードで買ったことあるんですよ、私、 ありがとうございます、うん、ありがとうございます、それでいろんなものをつけて食べてみました、うん、まあ最初はまあオーソドックスにソーセージだろうみたいな感じで確かに、途中からだんだん暴走し始めてさ、干物につけたりとかですね干物アジの干物に入れたりですね、まあいろいろ、まあ野菜とか普通に合うんですけどね、はい、干物はねえなと思ってやってみようかなと思って、パエリアも合うのに、そう、それはこの前言いましたよね、パエリアって、うん、ちょっと検討させてくださいパエリアにマスタード入ってまずびっくりするのお客さんでしょ、まず、あ、違う、自分で食べるときよ、ちょんちょってちょんちょって乗せれば、ね、僕自分でパエリア食べないですもん、いやあんな美味しいのにね、いや宣伝しちゃったっけ、いやいやいや、してくださいも、ね、マスタードも そうですね、あの普通に売ってるマスタードって、はい、粒だけじゃないじゃないですか、はいはい、粒マスタード最近流行ってきたから少し出てきてましたけど、潰したマスタードと混ぜてあるんですよ、なるほど、ね、だからちょっと潰すと辛くなっちゃう、そういうことですね、うん、なるほど、なんかそのからくりが分かってきました、ね、分かってきました、いろいろした、じゃあ今度畑でサフラン作りますかそっち持ってきますかねえ、サフランの話もうちょっと後でいいですかその前に僕はもうちょっと今日貢献しないといけないと思って、はいはい、これ販売してるんですよね、これ、あ、そうです、そうです、これそう、はい、マスタード、これで、ね、ぜひこれ宣伝イソジェノベーゼしてください、あの今日スタジオにいらっしゃる方も、え、そうそう、今日マスタード無農薬、こんだけしか持ってこない、無農薬のマスタード、こちらおいくらですか、一つ、これ1000円です、1000円です、この手間暇かけてここからここからですよこれ何の、これ全部素手で剥くですもんね、素手でそう、でもね、これちょっとすごい大変だってさっき言ったじゃないですか、これね大変なんですけど、脱穀機つきたかないんですよ、すごくこうやる内容は簡単なんですよ、ちまちましてるだけで、でたまたまこの間、はい、あの知り合いのところが、はい、まあ、福祉の仕事をされてる方がいらっしゃって、はい、ちょろっと話したんですよ、はいはいはい、いやそういうの得意ですよいう話で、はあ、農福連携って知ってます、農業と福祉が連携するっていうね、あの、まあ、障害の軽い方なんかは例えば野菜の収穫とか ある一定のところまで行ったものを積んでくっていう単純作業すごい得意なんです、うん、それと同じでこういうのは大得意だって言われて、そうすると僕らが大変な思いしないでも彼らにやってもらうことで彼らにも収入になり、で皆さんに早く届けられる、大量に作っていく、早くに終わらせたいけど我慢して嫌だけどやりたいけれども我慢してやらないで今置いてある、そうやってもらおうと思って今ちょっと、ね、そこのところはねやっぱ社会貢献にもなるな、なりますよね、そう、ただね、はい、自分たちの連絡ないけどまだそう、ね、農業の話だけじゃなく連携されてないじゃないですか、連携プロ、まあまあまあ、まあ、そういう感じ、もう作業が頓挫してるかもしれませんけどね、そういう話を今してます、ということでこちらですね、マスタード、はい、もうこれもう
ごめんなさい、さっきね言葉悪かったですけど素手で剥くなんて言いましたけどまあまあ分かり分かり意味が分かってくれると思うんでいいんで、ね、もうこのそうぜひちょっと体験してみてくれたら分かるどんだけ大変かっていうのが そうね、これでもう皆さんあのもう無農薬のでこれをさっきあの剥くのに何か2時間かかるとかなんとかって言ってましたけど、ね、2時間半で2時間半でこっちだこのイエローマスタードがね、これが一鞘の中に6粒ぐらいしか入ってないですよ、4粒か4粒ぐらいしか入ってないということでございます。こちらねあの焼津テレビ価格1000円ってございますねぜひねあのそうこちらもねシソのジェノベーゼソースなんですけど、これは待ってる人がいるぐらい人気商品なんです。なるほど。今やっとで販売がまた開始。そう去年は売り切れちゃったんで。再開です。はい。そうなんです、ね。まあ収穫ができないとね、作れないもんですから。確かにそうですよね。なんか今年は天気がちょっと寒かったりしたじゃないですか。はい。したらまた、ね、あの花が咲いてきちゃった。今日畑で見たじゃないですか。花咲いてましたよ。咲いてました。咲いてました。だからもしかしたらもう今年はあんまりできないかもしれない。そう貴重なものになります。そう花がちょっと勘違いしちゃって、もう終わりの時って人があの花が咲いて終わるんですけど、はいはいはい、最後で最後こうやって花咲きますね、ピンク色の。そう。いや困った。農作物ですので、うん、まあその時によってですね。自然との戦いですよ。うん、今日もねあのめぐみさんがですよ、あの受粉させるためにねおしべを取って。でメシメシこうとくっつけていくんです順番に、なんて羨ましいおしべだなと思ってそしたら最後そのおしべをですね最後ポイって捨てるんですよ。ああこうやって捨てられ方もね、ああ人間もね、ね、ああ一緒なんだなってこう思ったりもしたでございます。それはちょっと哲学的じゃないですか。ズッキーニですよね今ね。ズッキーニです、はい、ズッキーニの話でございますが、あのそう、なんでかっていうとうち、まあ、じゃあオスは一緒だねって話だよね。そうそうそう、これさオスはもううちのところはやっぱりさっきの、うん、砂地なもんですから砂地、はい、違うよ、そういうことを言いたいんじゃないわ、ね、かりますか、言ってることはわかります、はいはい、砂地なもんで、ね、今僕一応ギリギリのラインを守ってますからねそこを飛び越えないようにお願いしますね。蜜蜂の話蜜蜂、あ、蜜蜂がね少ないんですよ。ただでさえね、あの例のなんとか社のおかげで、あ、もう言っちゃいました、モンサンタントさんのおかげでね、はい、あのミツバチが世界中で減ったじゃないですか、うん、で日本も減ってる中で、はいはいはい、普段いたところのどんどん減ってて、うん、で特に砂地でうち美穂なんですけれども、松原のところは、うん、この間ももう松食い虫の農薬撒いたんで、うん、また虫が減っちゃって、うん、そうすると蜂蜜ってだから花も咲いて、うん、その蜂もいないとダメってことじゃないですか、うん、そうそうそう、両方この2つの条件が揃って、うん、初めてね、初めて蜂蜜ができるわけですから、うん、もっと大変ですよね。もっと大変ですね。あ、受粉をなんで人間がしなきゃいけないんだってこんなになってね。それは蜂がいないから、ね、その下後のねオスは捨てられるんです。そうそうそう、それにポーンとポーンとそうね、人間と一緒でした。帰らないということでございました。寂しい思いを、はい、一瞬寂しい思いをしたという、ね、そうそうそう、ちょっとねちょっとそこに今ね、まだ今いらっしゃいますけどもね、みんな男は全員もうチーンとねなっちゃってますけれどもねということでございます。まあそんなこと言ったら話がどんどん広がっちゃってね、カマキリなんかね、はいはい、普通に食べられちゃいますからねそうそうね、ね、俺好きですね。だからほらなんか面白くないですか、でもなんか、うん、最後、ね、そうそう、まあまあいいや、それ以上はちょっとこの話をするとね、まあまあ、じゃあ前回ね昆虫、はい、前々回から昆虫博士の方が来てくれて、お、うん、じゃあそれは昆虫博士って言うと何みたいな感じなんだけど、本当に大学の大学じゃない、あの本当に教授なんですよ、はいはい、大学にはあの在籍はしてないけれども、うん、で本当の昆虫分類学っていう、うん、博士、うん、思ってる方で、はい、そのそれこそ昆虫の話ですごい盛り上がって、はい、まあ、最後はね昆虫食の話にもなったりもねしましたよね。で最後私のスマホ持って帰っちゃったんですよ
上間さん飲み行こう飲み行こうっていう感じで言ってお誘いいただいてさあ行こうと思ったらあれこの携帯俺のじゃないみたいなそんなことがあるんですね。ぜひあのこちらアーカイブね、昆虫博士の話も面白かったんですよ、うん、皆さんが普段食べている食べ物の中に昆虫が含まれているよって話もありましたよね、うん、ありましたね。これはぜひあのアーカイブをご覧になってください。再生回数まだ16回なんでもっと増やしたいじゃないですか。あれ楽しかったじゃないですか、あの子。そうあれ16回っていうようなもっと実力ありますよね。あの、ガキスの、岸本敏夫さんって方で、ね、それは見ないと。農業とでもね昆虫の話っていうのはすごくくっつくから面白いですよ。ああ、ぜひぜひ見ましょう。蜂蜜から昆虫の話に飛びましたけどもまあでもね僕ね、うん、あの今年、まあ、ちょっと1月スペインにいて、うん、であの市場であのいろいろこう野菜とかフルーツを買ったんですよ。それでやっぱ日本の食べ物がいかに品種改良されてるかがすごいよく分かってあのイチゴもブドウも何でもやっぱ見た目が汚いんですね、うん、でイチゴなんかもどっちかというと硬いって言った表現おかしいんですけど、うん、まあ、あのただ香りはすごい、うん、香りは本当イチゴの香りって本当はこういう香りなんだっていうことを経験したし、ブドウもあブドウってこういう味なんだっていうことを経験させてもらいました。ただ甘いだけじゃないぞと。ただ甘いだけじゃない、まあ確かにその田舎臭い味なんですけどわかります、なんかこう土臭いというかそういう感じなんですけど、トマトも食べたんですけど美味しいんですけどやっぱ臭いんですよ、だけど美味しいみたいな、青臭いって、青臭いイチゴも青、昔のだね、昔ですか、うん、まあ、品種は違いど、うん、ね、あの改良してないやつってね、うん、そういうもんなのかななんて思ったりなんだりということで、うん、残りあと5分でございますよ、はい、最後5分間これ売りましょうかこれマスタードこれね、マスタードに関しては、はい、ファン層がかなりいて、あファンがいらっしゃる、6個とか買ってく人がいて、ね、ちょっと怖いぐらい、うん、あの失礼でしょ。いや怖いっていうのは売るもんがなくなっちゃう、その時ってね、在庫がなくなるってことだよね。びっくりしますよ。でたまたま人からもらったっていう人が買いに来てくれたんですよ。これだけ食べるんですって、酒のあてに。酒のあてにこれだけ合うかもしれない。でもこれとお酒そうだから僕らが普段食べてるマスタードと全然違うもんで、やっぱりやっぱり、ね、キャビアですよね。これ本当にまたいいことおっしゃいますね。キャビアとしか持ってこってきてないです。畑のキャビアって言うんですか。それ違うわ。あれは違う。あれなんだっけ。どんぶり。どんぶり。どんぶり。うん、どんぶりか。あれも美味しいね。食感はキャビアです。ということでございますね。ということでございますが、ね、僕もね、あのちょっとサフランをね、あの作りたいなっていうことでちょっとご相談も兼ねて今日お伺いさせていただいたんですけれども、うん、サフランってめちゃくちゃ高いんですよね。1グラムでだいたい600円ぐらいします。1グラムですよ、うん、でほんのわずかですよ。ほんと宝石の値段みたいな感じですよ ね。私が売りつけようと思ったら今日買ってくれなかったあ、すごいこうサフランすごい瓶にもういっぱい入ってるやつがあって、これ多分全部で1万円以上しますねなんて言ってたんですけど、ね、1万円で売りしますよって言ったのに。じゃあ僕は育てたいんですよサフラン、出来上がったサフランはまあもちろんそれはそれでいいんですけど、僕は球根が欲しいんですね、そのサフラン。あ、じゃあ球根買ってください、私が育てるんで。本当ですか育てていったらもうめしべが全部取れてるねえじゃんかよみたいな感じでね本当に、大丈夫です、そのめしべは全部差し上げるんでありがとうございますサフランでちょっとね人儲けしようかみたいなふうに思われて思ってるんでしょうみたいな感じで今日言われちゃったんですけど、あでもそうでしょ、そうですよそれはだって日本でもねサフランって作ってるんですよね、あの九州の方でね、あ大分県っておっしゃってました。あそうですね、そのサフランの大分県へ視察に行こうかしらみたいな話になって金儲けのために大分まで行くのかみたいな感じでお風呂入って帰り別府温泉ね、ということでございますが、さあ時間ももう残り、はい、あともうわずかということでございますがね、はい、あの最後ちょっと僕の方からちょっと一つ宣伝させていただきたいんですけど、こんな話をするねするのもあれなんですけど、私あの
職業がギタリストでございまして、と思うかもしれないですけど、今度ね、7月の9日にお寺でやりますライブ、うんうん、無料でやりますんでね、上元寺ってお寺で、実はこの住職、副住職が来週来てくれるんです、ここに、永平寺っていうね、あのお寺があるんですけど、はいはい、うん、日本で一番厳しい、うん、修行が厳しいお寺、もう朝3時起きとかで、もうひたすらもう掃除したりなんだ、うん、で食べ物も本当精進料理って言うんですかね、うん、食べて、もう本当そういうもの修行を青春時代こうつぎ込んだですね、うん、彼がですね来週ここに来ていただきます、うん、まあ、その時にもね、今度やる7月9日でそこのお寺で演奏するんですけど、どこなんですかその場所、上限に、どこにある、本通りですね、静岡、あ、うん、あ、城下の城という字に元、はい、元号の元にお寺、はい、曹洞宗ですね、上限寺というところでございますけれども、こちらで夕方の6時から、やりますか、また詳しくはね来週その住職と一緒にここでお話しさせていただくときに改めて宣伝させていただきたいと思います。はい、ということでございます。もうすぐもう30分経ってしまいましたけれども ね、 かったですね、思い残すことはないですか。大丈夫です、なんか俺忘れてることなかったでしたっけ、大丈夫だと思います、大丈夫です、はい、思います、また遊びに行きますから、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ということで本日はガンボバーガーの阿部ご夫妻でございました、どうもありがとうございました、ありがとうございました。あ、はい、はい、もうちょっと夜、夜ですか、はい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 、チーズ、顔が硬くなっちゃうんだよ、そう、俺ね、ちょっと、そうだ、鼻水が今日出てて、顔硬いんだね、へぇ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。顔が勝った。顔がもともと生まれつきなんだよね。ありがとうございました。